ちは、ダブリンニュースクールエミーです。今回は久しぶりにアイリッシュのおすすめレコードをご紹介したいと思います。しかしながらですね、私今住んでいるお家にレコードプレーヤーがなくって、前住んでたイギリスのお家の方にいろいろまだ置きっぱなしにさせてもらっているので、こっちに戻ってきて、まあ、なんだかんだ2ヶ月は経ったんですけども、気になるレコードとかね、買ったりはしていて、ただこう自分のお家で聴くもの、聴ける機会がないので、友達のお家で聴かせてもらったりとか、それこそ視聴で終わってるものとかが多くて、いざこう自分のチャンネルでちゃんとご紹介したいと思いつつも、ちょっとね、後でにしようって結構ストック貯めてるんですよ。ただどうしてもね、今回ご紹介したいレコード1枚っていうのがあって、最近買ったやつなんですけど、ちょっといつになるか分かんないので、まあ話せるぐらい聞き込んではないんですけれども、まあ名前だけでもちょっとぜひね、ご紹介したいなと思って、今回取り上げたいと思います。今月の1枚はこちら、ニゲル・ローフィーのアイスランドストーリーズという1枚です。ちょっとね、発音が分からない、ニゲルかな、ナイゲルかな、ごめんなさい。今作なんですけれども、先月発売された新譜レコードで、オリジナル版は30年以上前にプレスされているみたいです。ネットの方で気になって、これちょっと買いたいなと思い、この間オールシティに行ってちょっと視聴させてくれないかって聞いたところ、店長のオランさんがいたので、なんかいろいろ詳しくね、この人ってどんな人なのとかって聞いてたんですけども、あのね、インナースリーブに書いてあるんですが、メイドインジャパンって書いてあって、なんかね、39年前に日本で録音された一曲が収録されているんですよ。で、なんかオランさんの知り合いらしいんですけども、今もね、ダブリンで住んでいて活動されているらしいです。で、まあこう、まあ、ジャケットからあるようにちょっとアンビエント感漂ってるかと思うんですけれども、聞いてみると結構なんかこうチルアウト寄りのアンビエントでは全然なくって、重めな、どちらかというとこうアバンギャルドに近いような、機械音とかではないんだけれども、ちょっとね、こう重たい感じの、こう結構狂ってる感じの音ではありました。ただ本当にかっこよかったです。私のチャンネルの中でも何回かこうアイリッシュのレコードをご紹介していて、結構どこにもやっぱ通ずるものがあると思うんですけど、結構暗さだったりとか、そういうアングラっぽいところっていうのがなんかこう聞いていて感じるし、いわゆるこうアイルランドの音楽のイメージって、例えばケルトミュージックとか U2 っていうのが代表格にあって、まあ、ジャンルは全然違うけれども、こういうのも今のこのオールシティとかメジャーなね、レーベルではこう売り出しているんだよっていうところで、とても興味深い一枚だなと感じました。ぜひこれからアイリッシュのレコード掘ってみたいとか、おすすめの一枚になってます。ただね、ちょっと難しいなぁとは思いました。聞いてて、すごいかっこいいんだけど、かっこいいんだけど、一つにこう感想がまとまらなくて、こういうのって多分こう売れはしないんだろうけど、でも絶対ここでとどめちゃダメっていう、絶対好きな人には響くなっていう一枚に私は感じました。うん、素敵なレコードです。で、これ出たばっかりっていうのもあるし、あ、2日前ぐらいにインスタ見てたらば、なんか T シャツも今作られて、オールシティから発売されてるみたいなので、そのあたりもぜひ皆さん気になる方いましたらチェックしてみてください。アイルランドはね、今ロックダウン中なんですけれども、レコード店はね、オープンしていたりとか、あとレストランとかパブもテイクアウトでね、リスタートはしています。まだまだこう完全に復活しているわけじゃなくて、ちょっといつにロックダウンが終わるかみたいなアナウンスはまだ聞こえてきてなくて、私が一番やっぱりアイルランドで好きなのはダブリンのクラブカルチャーなので、そのあたりがね、早くまた遊べる日が来たらいいのになと楽しみに待っています。なもんで、最近こう週末ね、特にすることなくて前行った時は本当に毎週クラブで遊んでいたので、最近はそうね、
まあ友達と公園でパイントビール買ってきて飲んだりとか、まあ、あとは友達のお家でプレイヤー持ってる子とかレコード聞いたりとか、なんかミキサーで遊んだりみたいな感じですかね、大体。まあそれもそれですごい楽しいんだけどね。うん、そんな感じで、まあただこう月から金まで私はもうがっつりオンラインスクールで授業を受けてるので、何にもこう外に出る機会がなく、結構こう塞ぎ込んじゃうっていうか気持ちが煮詰まっちゃうんですよね。なんでちょっとたまに今日はちょっと出かけようって時は、授業早く終わった日とかはオールシティに遊びに行って、なんかスタッフのみんなとお話ししてるのが結構楽しかったりもします。で、あのちょっと前だけど、まあこれは全然別の話になるんですけど、オールシティに行った時にこのね、日本人のアーティストさん見つけたんですよ。新一アトベさんのイエスっていうアナログなんですが、ほんと知る人ぞ知る埼玉在住のねアーティストさんなんですけども、私このアルバムのレイクスリーっていう2枚目の1曲目に入っているのがすごい好きで、去年のダブリンデジタルラジオでもかけたんですけど、なんかすごい素敵だなと思ってて、特にこのアルバム私一番好きなんですけど、いや取ってつけてるわけじゃないけど、ダブリンっぽいというか、それでこそまあオールシティのスタッフが好きって気持ちもわかるし、ダブリンの、まあ、ティーンというか若い DJ の方たちがすっごく好きな気持ちがね、なんかああわかるわと思って、もうねおすすめな1枚です。もしダブリンに在住の方で日本人のアーティスト気になるっていう方いましたら、オールシティに取り扱いあるのでチェックしてみてください。なんかねバックヤードに写真会めっちゃあったの見たから、全然今買えると思いますよ。うん、かっこいい。最近めっちゃ聞いてます、 Spotify で。そんな感じで、ダブリンの今の状況な感じですかね。あ、そう、一個ね、私あのブログでだいぶ前に RAGE って書いて、多分レイジって読むと思うんですけども、中古レコード店が潰れてしまったって書いたんですよ。でもねあれ実はあの5人でやって、1回こう店舗は閉鎖したんですけども、場所変えて再スタートしているみたいで、その場所っていうのがオールシティの対面にできたんですよ。なんかこれ友達から聞いた話なんですけど、去年の下半期あたりかなに、リスタートしてたみたいなんですけども、やっぱロックダウンでずっと今閉まってて、この間通った時もねまだ開かってなかったので、もしかしたら6月とかなのかなと思うんですけれども、またねあのレコード屋さんが連なってるのは個人的にめちゃくちゃ嬉しいので、そのあたりもまた今度ゆっくり行ってみたいなと思っています。なんか友達枠すごい良かったよって言ってたので、ちょっとオールシティね、まあ常にオールシティの話ばっかりしてるんですけど、他のレコード屋さんの話とかもこれからちょっと交えて、ビデオ内でお伝えしたいなと思います。今日はそんな感じで、ぜひぜひダブリンのレコード屋さん興味ある方に届いてくれたらなと思います。またね次回の動画でお会いしましょう。ご視聴いただきましてありがとうございました。バイバーイ。